バンバンバンはビッグバンの楽曲。韓国語版はビー・ライク・にパーティーと共に2015年6月1日発売の韓国フィフス・シングルメイドシリーズ A に初収録された。日本語版は2016年2月3日発売の日本フィフス・アルバムメイドシリーズに初収録された。日本での表記は日本語版がバンバンバン韓国語版がバンバンバン KR バージョンマイナス。ビッグバンの3年ぶり、カムバックプロジェクト、メイドが2015年4月より始動。その一環として5月から、毎月、新曲2曲ずつを収録したシングル、M、A、D、E を発売。その第2弾として、2015年6月1日に発売されたシングル、メイドシリーズ、A に、 We Like にパーティーと共に初収録されたのが本曲である。日本ではデジタル配信は行われたもののオフラインとしては2016年2月3日発売の暫定版フィフスアルバムメイドシリーズに本曲の韓国語版と日本語版が日本では初収録された。この日本語詞はバーバルによって手掛けられた。プロ野球選手の金子千尋山北に領太。 岡田明岳の登場曲として使用されたことがある。取材に対し G ドラゴンはバンバンバンについて自分が考えるバンバンバンはビッグバンといえば思い出すパフォーマンスが強い曲だ。ルーザーとベーベーが完成的で実験的な曲だったとすれば今回の曲はファンタスティックベビーのように楽しい曲だと説明した。またソルはパフォーマンスを見たら 僕たちを連想すると思うと述べた。d ライトは、バンバンバンで産業誌を作り、100年が経ってもいい曲、だと述べた。特に、新曲の公開に先駆けて行われた、ポータルサイトネイバーでのカウントダウンライブで、銃に打たれたように、バンバンバンヘイヘイという歌詞のリフレインを歌って、新曲を初公開し、字幕を集めた。2015年12月2日に行われた。 韓国最大級の音楽表彰式、ネットアジアンミュージックアワーズ2015では、1年間の韓国音楽界一番の曲に贈られる最優秀楽曲賞を受賞。ルーザー、ベイベイと共にこの曲を披露した。前述のワールドツアー、ビッグバン2015から2016ワールドツアー、メイドでは、ライブのオープニングテーマとして使用されるなど、グループの代表曲となっている。 本曲はミュージックビデオが制作されている。YouTube には6月1日にミュージックビデオがアップされると同時期にアップされたメイドプロジェクトの新曲7曲の中でも一番の再生回数の伸びを示す。2020年12月1日の午後9時9分基準、YouTube 再生回数4億9000回を記録し、わずか7ヶ月で1億回を超える底力をアピール。 ファンタスティックベビーのメガボルトに次2番目で1億回を達成する大記録を立てた。これは韓国の男性グループ初の記録でもある。2017年1月現在で再生回数が2億回を超えている。グループとしてはファンタスティックベビー以来2曲目の200ミリオン再生の快挙である。ありがとうございます。